こんばんはです。こんばんは。やっほー。どれだっけな。あ、あった。ハローミュージックフェスティバル。ハローミュージック。18時から、あれ違う、これは？ん？ 13 時からか。ちょっと待ってね。こんばんは。こんばんは。みりんが21時をお知らせします。9時です。イエイ、ありがとうございます。イエーイ。はい、ということで始まりました。ですね、はい、ということで、今日はですね、大きな課題がありまして、今日は年明け一発目のインスタグラムを、いやー、でもなー、ちょっと待ってね。はい、それではですね、今日の課題は、もう9割書いたブログを更新すること。そして、今日はインスタグラムを更新しようと思います。イエーイ。ただし、まだ写真も決めてなくって、私なので、タイムリミットは
3時間です。インスタを更新する配信、ちょっと途中から来た方とかあんまり知らない方は、なんか何をそんなにしてるのだって思うと思うので、ちょっとテロップに書きました。いつも来てくださってる方は、私がインスタの更新に何時間かかるのかを知ってくださってると思うんですけど、ですね、私インスタグラムの更新に、すごく時間がかかりますはい、すごく時間がかかります。で、特に写真をいつも選んで、写真選んでるのに、なんかそれをもうあと更新するだけなのに、それでも何時間かかるんですよ、いつも。なので今日ですが、今回はまだ写真のセレクトもしてないので、ですね、24時までに更新できることを目標に頑張ります。これはですね、最悪今日更新できなかったっていうのが全然ある話なんですよはい、手間暇かけて更新、そう、よく言えばそうです。はい、そうです。今日はインスタグラムを更新する配信をお届けします。なので、ずっとうーんとか言ってる配信でうーんみたいな感じで言ってるので、それを皆さんが見守るだけの配信なので、眠たい人は本当に寝てくださいはい、本当に皆さんもなんかそうまったりしながら、そうだね、こう何かのついでとかに配信を見てくださるぐらいのテンションでお願いします。そうなの、なんかこう何かやりますとかじゃないので、まあインスタ更新しますなんですけど、はい、ということです。はい、ということで、すっかーすっかー、まずはちょっとその前にブログに関してはちょっと猶予時間がブログの方が短いので、先にブログを過ごしちゃいたいと思います。ミュージックフェスティバル、なんかね、正式名称が、サンリオキャラクターズ、サンリオキャラクターズ&
く。インパルテノン玉。でこれってさあれなのか、13時からじゃないかもしれないんだね。 STU が別に13時から17期研究生か SKE さんかも STU かが出てくるって感じなのかなね。来てくださる方お待ちしてます。こんばんは。そうだね、そうですね。でデレレレッデレーン、ブログを送りました。こうやってやって出ちゃうんです。はい、そしてはい、インスタグラムの写真をしゃべりながら行こうと思います。しゃ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 。載せる写真はですね、あれです。あそこに行った時の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 あれです。あれそんなに撮ってなかった。そっか、もっと撮ったかと思ってた。あ、撮ってる撮ってる。こっちか、こっちの写真が。なんかでも横なのか、横か、横写真か。いやー、横で撮っちゃってるのか。なるほどね。
な、横で撮っちゃってるのか。なんか絶対ね、これは縦でしょ、絶対縦でしょ。あ、23日連続になってた、すごい、ありがとうございます。毎日アイドルじゃん、毎日アイドルじゃん。あ、すごい、もう私があれがあれだから、コメント欄でみんな私の代わりに宣伝してくれてる、ありがとうございます。皆さんこちらをご覧ください、こちらをご覧ください。あ、ちなみにブログ更新しましたを、ブログ更新しましたをツイートしたら、お話し会もね、明日の13時までなので、お話し会のツイートもさせていただこうと思います。なのでぜひ拡散とかしてくださったらとっても嬉しいです。あ、そう、あとなんかみんなさ、そうくださってるんですけど、そう、また、あ、明けおめ、あ、大吉、やったー、大吉大吉。そう、またチャレンジからなんか明けおめギフトがもらえるみたいなので、はい、すごい、もうこんなに溜まっててすごい、ありがとうございます。ぜひ20個もらえるみたい。え、20個もらえるの今日、毎日、え、ちょっと何それ、何それ、ちょっとこういうのするから全然更新できないんだよ、もう。え、そうなの、え、ほんとだ、20個もらえる。あ、でもチャレンジ期間7日までだから、なんかあれか、毎日じゃないのか。20個もらえるんだって、みんな2回だけもらえるんだって。2回だけ20個もらえるし、 ありがとう、もらってきてくれてて、20個もらえた、すごい、20個投げてくれてありがとう。あ、ちなみに皆さん多分知ってる方多いと思うんですけど、10個一緒に投げたら 1.2 倍ボーナスになって12個分のポイントになりますこれはそう、これはここでもそうだよね、無料ギフトでもそうだからさ、これでもそうだよね、そうだよね、そっか、そうだよね、だそうです。 ありがとう、充電大事さ充電大事、何事も、あ、ありがとう、ありがとう。あ、またガチイベ、いいえ、もう本当になんかもう無料で楽しもう、イエイぐらいなんで、はい、ありがとうございます。そう、何ポイント達成で、確か20ポイント達成でなんかでしたね。そう、10連で投げるの大事、そう大事だけど、今回のは星とかカウントとか入んないんで、しなくて大丈夫です。対象なのはこの
あれですよ、このチャレンジとあとなんか秋雨ギフトとかなので、あ、年末に10連鍛えてね、本当にありがとうございます。そうカウントもあの星もあとなんならレインボースターも無効なんで、このイベントは、はい。なので全然、そう、私が欲しいのは今回星ではなくって、あのチャレンジの方です。レインボー大事だったんだけど、もうレインボーはもう大丈夫、もう大丈夫。なんかここからはって、もうああいうのがない限り、そう、レインボーも星もカウントもあの基本的にしなくていいので、はい、投げなくて大丈夫です。ただなんかいろんなところでやっぱりチャレンジはなんか大切にっていうかね、なんかチャレンジは良いね。そう、いつかのため、そうだね、私がもし今後さ、なんかイベントにもし私が出なくても、なんかみんなが私じゃない子をしてる子がさ、イベント出た時とかにね、そう、星もすごく、私も星レインボースターすごく嬉しかったから、そう、ぜひねイベントしてる子にレインボースターは投げてあげてください。そうだからね、もし私がもう3年間イベントしてないって言ってるから、 しないって言ってるから、もうね、もしじゃあ3年後にもしあったらね、よろしくお願いします。そうまたチャレンジができます。今日もしていくとともに、ちょっとメールも送ろうかな。あ、中吉、イエーイ、中吉。たまにね、なんか保存されない時があるんだよね、写真。メールも送ります。中から来た方もぜひあのチャレンジギフトなんか20個もらえるらしいので、今日だけで
ぜひ。写真を今選んでます。はい、ありがとう、チャレンジもらってきてくれて。そう、アナミアギュッとアレントそうだね、何事も10連でお願いします。今後何があろうと、イベントしててもしてなくても、10連だね、10連大切だね。更新するのを見守ろうの回、はい、こうした方が分かりやすい。インスタを更新するのを見守ろうの回これで何してるのってなんない。あんまりでもそう、なんかテロップに書いてても何してるのって言われることがあるから、あんまり実はみんなテロップ見てない。それかなんか東大元暮らしな人がいるだけあんまり表示されてるの実はあんまり見てない方が。私も東大元暮らしの時めっちゃある、なんか、ね、手元にあるものをさめっちゃ探して、え、何何何何何何ってさなっちゃうことあるね。ある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 だ。
もう待ってるか、見守ろうの会、見守ろうの会、見守ろうの会、の回会員受付中、会員5000人にもなったの、ありがとう。なんか更新するまでは地味な会ですよ地味な会ですよ、とっても。 ブログが更新されたかな、ブログが更新されたかな、更新されてない、されてない、されてないとです。まだだね。されないのかな。たまに独り言を言います。たまに独り言を言います。
りごとで、そう、見守るの会です。あとはなんか途中から来た方はあのチャレンジのところからあの無料ギフトが20個ももらえるので、あの全然もう途中抜けるタイミングいっぱいあるのでぜひチャレンジのところに、これ全部無料なので、もう全部無料なのでぜひぜひ、無料です、無料、全無料、全無料です。ありがとう、おかえりなさい、おかえりなさいです。でもなんかこれこの調子だと私12時までかからなさそう、朗報。
いやたら5枚だから5枚じゃんか、5枚になりました。それでおめです。中吉、中吉って実は吉より吉の方が上なんだよね。中吉よりじゃあ大吉の次だね。大吉の次は吉だよ。実はちょっと待って、調べてみる。あ、こうやってまた時間が、大吉の次、あ、大吉、吉、中吉、小吉、正吉、凶、大凶です。はい、
はい、ちなみに楽しみにしてくださってる方はぜひインスタグラムフォローして待っててくださるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。まだ更新されてないな。はい、こんばんは。なんかこの辺ぽやぽやするんだよね。ぽやぽや、はいどうも、はいどうもありがとう。はい、そして皆さんに朗報です。すごい自分の中では早いんですが、もう写真が決まりました。さっきも言ったから、多分10時半ぐらいには更新ができると思います。やった早い。ちなみにあんまりショールームとか、ショールームに来たことがない、更新の配信にあんまり来たことがない方にお伝えすると、私めちゃくちゃインスタ更新するのに時間がかかって、多分ね、来たことがある方とかはもう今日中に更新できるんかぐらいの気持ちで見てくださってる方もいると思うんですけど、そのぐらいめちゃくちゃ早いです。そう、今日はそうなんです。もう下手したら今日は更新ができないとかもあるので、やったー。あとはハッシュタグどうしようかなって感じ。インスタ更新レベルが上がった、インスタ更新レベルが上がった。それでは皆さん、私ちょっといけそうだな、
格付け。そっか、格付けができるのか。違う違う、格付け、人はあれだか、場所を追加。はい、できた。すごい、1時間かかってなくない？え、すごい。え、すごい。すごい。すごいよ。まだブログ更新されてないな。ねえ、6日のやつさ、アベマで無料生配信が決定しました。これまたあれだね、当日とかに言わないとだね。無料配信で見れるよ、見られるよってさ、またね、言わんとやね。やった、できました。それでは私インスタ投稿します。皆さんインスタ投稿したいと思います。してまっとく。で、こうして
い、OK です、 OK です。OK です。それでは皆さん、大変お待たせしました。ちょっと待ってね、お待たせしてなかった。お待たせしました。あ、髪の毛茶色く見えるね。それなんか実家帰った時にも言われたけど、そう、ママがなんか昔の方が茶色かったよねって言ってた。そう、私意外と髪茶色い、茶色いってか真っ黒ではないんですよね。目も真っ黒じゃないし、そう、結構意外と色素そんなに濃くない、色素薄でもないけど、そう、目もね髪もね真っ黒ではないんですよ。もともとちっちゃい頃の方が茶色かった。それではいきます。うわー、いきます。それでは行きまーす。更新します。行きまーす。10 9 8 7 6 5 4 3
5、4、ちょっと待って、これさ大丈夫か、大丈夫だよね、見えないよね、ちょっとナンバープレートとか確認しつつ、いろんな皆さんの個人情報がね、大丈夫かな、大丈夫かな、そうだ、私は大丈夫だけど、その間大丈夫、これも大丈夫、これも大丈夫、はい、お待たせしました。それではインスタ更新します。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、投稿。年始一発目はですね、明けおめでもなく、手宮戦投稿でした。えい、いいね、みやすみえすく、リュータロンローマン、フェリス、みつき、井上義弘、翔太、葉っぱふみふみ、ボロ、大地、手動信号、ケンティ、トモコイ、森本さん、8月小太郎、ナイバー、お茶、ケントとケンチ部長など、ヒロ、TE、坂道太田、まっちゃんちゃう、国本、ひしお、マケドニアン、藤田、にもすけ、いで1202、札幌のうっしー、クリーミー、三島、ありがとうございます。お、札幌、いいね。いいね。でした。あ、コメントもたくさん。ありがとう。ここは配線で入れるようになってる、素敵な場所らしい。そう、なんか普通は配線の場所ってなんか勝手に入っちゃダメなんですよ、なんかね、危ないし。だけどここはちゃんと整備されてて、ちゃん実際に一般の人も入れるようにしてくださってるので、すごくフォトスポットなんですよ。はい、おしゃれ。そう、北海道の写真だ、鉄オタ姿も良き。うんね、4枚目めっちゃかっこいい。ひみりが北海道来てたって嬉しい、行ってみたい、めちゃくちゃいい写真だね、素敵な景色、安定に可愛い、ありがとうございます。これはですね、北海道の小樽です。そうなの、小樽、小樽良きよね、行きたいな。小樽グラス、小樽ガラスとかなんか買えなかったんだけど、あ、でも買ったわ、ちょっと前に行ったから、そう、まだクリスマスとか全然の時だったから、あのツリーを、このぐらいのツリーを買いました。そうなのでした。積もってないんだね。そう、なぜなら別になんか超最近行ったわけでもないので、はい、すごく前に行きました、すっごく前に行きました。基本あんまりプライベートのことはなんかリアルタイムでは載せないので、お見知りおきを。素敵です、小樽は素敵なところですね。そう、めっちゃゆっくりしたかった。そう、なんか弾丸で行ったから、もう小樽半日もいなかったんだけど、そうなの、もっとゆっくりしたかったなっていう感じです。懐かしい感じで素敵な場所ですね。あー、確かに懐かしい感じで、そうだね、うんうん、本当にね、そうだよね、そう、テントに立つ姿が美しいです、ありがとう。普段さ、走ってる、実際に使ってる線路の上、線路って入っちゃダメじゃないですか。だけど配線だったら入れるし、でもただの配線だったら入っちゃダメなんですけど、
そうなんですけど、ここは入れるようにしてくださってるので、そう良いんですよ。旧手宮線跡地です。とここはずっと本当はね列車が走ってたんですけど、そうもう走ってないけど、あの線路だけ残してくださってるので雪です。いつか北海道のツアーがあった際にどこでやるかわかんないけど、もし小樽で小樽であったらぜひ行ってみてくださいね。なんか北海道でって言ってもさね、こう北海道も広いから北海道でライブがあったら必ず行けるっていうわけでもないからね、難しいよね。北海道いつか行ってみたい。おお雪だね。そう去年全く同じ場所に行きました。おお雪ね、北海道は結構もうなくなるとかなくなったとかっていう路線が結構多くって、そうなの。だからなんか北海なんかそうだよね、鉄道も走ってるうちに乗りに行かないともうなくなっちゃう路線とかなくなっちゃう車両とかあるからね、乗れるうちに乗っとかないとだよねって感じだよね。そうそうなの。よかった、最近なんか顔のアップの投稿が多かったからちょっと引き目の投稿ですね、久しぶりに。そうちょっとチークいっぱい塗っちゃって、ちょっとペタ赤いけど今日は赤いマンです。いや雪だね雪だね雪だね。そしてブログは更新されされてないね。うずうずしちゃう。うずうずしちゃう。うずうずしちゃう。あとはブログ更新しましたのツイートをして、お話し会待ってますのツイートをしたらゆきです。あ、洋服もおしゃれで似合ってる。わ、ありがとうありがとうありがとう。実はこのスカートはね、あの夢の国に行った時と同じスカートです。実はよーく見てみるとそこの一個下の投稿と同じスカートですね。このスカート可愛いよね。ちょっと斜めになってるんだけど見たらわかるように、そう可愛いよ。失礼しました。ゆきマネさん、いや1時間前にね了解って言ってくださってるから全然すぐ返信は来てたんだけど、そうちょっと時間がかかるのかな。あ、じゃあその間にあのもし途中から来た方とかいたらチャレンジのところから今日あけおみギフトが20個もらえるみたいなのでよかったら行ってみてくださいまったり中にぜひお願いします。じゃああれだな、私載せる写真考えとこう、あのお話し会待ってますと一緒に載せる写真考えとこうと
何にしよっかな。何にしよっかな。でもなんか、ね、夢の国に行った写真ってさ、メールに送れないから、ちょっとさ、メールに送れないから、この機会に、この機会に送っちゃおうかな。ね、食っちゃおっかな。あ、それか、メールに送れなかったあのあれだ、あ、でもうさぎ年だからさ、ピースしちゃったなんかピースしちゃった。うさぎ年だからさ、この辺雪なんじゃない、もしかして。私うさぎ年だからさ、あの耳、うさぎの耳つけてるやつさ、良いんじゃない。ドゲン、ウサギじゃん。そういえばもうめっちゃ前に行ったやつの使い回しみたいになっちゃうけど、そんなことないよね。いいとしか言えないですね。確か言えないよね。ちょっと被らないどこ。あ、全然被ってない。とか全然乗せてないな私。なんだか。確かに。
売前オンラインお話し会があるし、リアルお話し会、ここぞとばかりにウサギを、ウサギ使おう。申し込みは明日の10時は12時ができない下書きはできたんだけど、ブログが更新されないな。そう、なんかマネージャーさんによっていろいろ違って、そうなの。マネージャーさんって。私がブログを送るマネージャーさんってこうたまに変わるんですけど、前のマネー前送ってたマネージャーさんはなんか既読がついたらすぐ更新してくださってたけど、今のマネージャーさんは時間待つけど、だけどすぐ既読はつけてくださる。どちらもいいところ盛りだくさんです。はい。ね、そう。お忙しいのかな。多分そうだと思う。お忙しいんだと思う。インスタで連絡をもらえるように言いました。そう、なんかめっちゃ更新しちゃう人みたいになっちゃってるから、ね、そう、なんかお話し会じゃあ先にツイートしろっていう話なんですけど、なんかあんまりこうタイムラインに流れてくるのをさ逃したらさ、みんなまあもう第一は見ないじゃん、ツイートとかって。でももし
ホームに来てくださったとしてもさ、そんなに下まで行かないじゃん。そうだからその固定ツイート以外で一番最初に来るツイートをお話し会にしときたくって。見守ろう。そう、ちょっと見守ろう。あれマネージャーさん更新したって言ってるからちょっと返信待ちの間にじゃあ今日の運勢でも見ちゃおうかな。見ちゃおうかな。今日の運勢は1月の4日。1月の4日三角だ。1月の4日は。初売りで何かを買うよりも今は貯金に回す方がスマートだって。ちなみに初売りはね買ってないです。何もというか私今年に入ってお店で何かを買ってないかもな。お店で買いにした。皆さんブログ見れてます？あれ更新されてる。あれ本当だ。だけどあれなんか見てとる。なんかさ表紙のところにさ写真表示されてない？なんか1枚目の写真がさ表示されるじゃんか。それさされてない？されてない？48になってる。あれまあいいや。まあいいや。ちょっと ST ロゴになってるね。なってるね。2023年初
スブログ更新しました。そうだよね、今ちょっと確認してもらってます。マネージャーさんには連絡しました。ありがとうございます。あ、1万人いってる。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと一応写真アップされる、待ってみますか。はい、ちょっと待ってみます。多分マネージャーさんも今チェックしてくださってるはず。あ、インスタ更新しました。過去形にした。過去形。ありがとう。コメントもね、1個の端末で携帯で配信見てるよって方はね、全然後で大丈夫なので、ぜひコメントお待ちしてます。なんかなんでソラハの最新よりも最新じゃないかっていうと、なんかマネージャーさんがその更新はしてたんだけど、なんか非公開みたいな感じにしちゃってたらしくって、なのでなんか更新はソラハのやつよりも前にしてたけど、みんなは見れない状態だったけど、今見れるように設定してくださったので、あの位置にいます、はい、みたいな感じです。そう、非公開か分かんないけど、なんか見れないようにしちゃってたんだって。よかった、連絡して。そう、連絡してよかった。なんかちょっと催促みたいになって申し訳ないかなと思ったけど、そう、更新してるよって言われて、そう、されてないですって言ったら、そういうことだったので、よかった、これは連絡してよかった。確認は大切ね、確認は大切。パヤパヤ、超パヤパヤ。やっぱり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 ですね。です。明日はなんか今日めっちゃのんびり配信できてるけど、明日はもし配信ができてもちょっと遅い時間に、ちょっととかだと思うから、もし配信あってもまあ
15分20分なんか毎日アイドル続けるわけではないんですけど、なんかできる時にはしようと思ってるから。そう、でもどうだろうな、もしできなかったらできないです。そう、分からぬです。あ、明日仕事始め。本当に、あ、何、今日までお休みだの方もいるの。雪だわ。そう、私もね、明日朝から仕事始めだと思ったけど、私1日に公演してたわと思ってね、1日に公演してたから、なんか全然そんな、なんか なんでもなかった、なんでもないですって感じ。あ、画像アップされた。本当にちょっと、あ、本当だ、あんこちゃんになった。あ、写真表示されるようになりました、ありがとうございます。あ、私も、あ、私も確認しました。ありがとうございます。ということで、マネージャーさんがはい、してくださいました、ありがとうございます。ということで、ブログ更新しました、ツイートをしたいと思います。はい、それではブログツイートします。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、えい、リツイート、ドゥイ、G35、レオナ、他県18、キュコミヨシ、ノリヘクス、福ちゃん丸、デイト、ヒロカズ、ドビー、キナコ、テルミット、佐々木、アッキー、月さよ、マケドニアン、いいね、シュウ、ミンミン、サッキー、キュコミヨシ、月さよ、なんやろ、はるまけ、りゅうや、あきあきじ、ぶんぶんぶん、ぶふう、ポムドレッド、みや、ぐちょぐ太郎、コペン、さじ、クリーミー、ひろ、みつきまカレーパン、たかゆう、山下、ありがとうございます。ありがとう、やっとツイートができたよ、やっとツイートができた。あんこちゃんだ、はい、読むねって、ありがとう。あんこちゃんの影が冬の夕方を感じますね、ありがとう。かわいいアイドルさんや、ゆきよね、あんこちゃんかわいらしいね。あんこしっかりのんびりできてよかった、そう、のんびりしました、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。はい、それでは、あ、ありがとう、いいね、雪だね、そう、よかった、リールぶりの
リールぶりの投稿だね、インスタは。リールで止まってた。リールもすごい、 6.9 万再生だって。ありがとう。これね、すごい見るたびに増えてて、ありがとうございます。ありがとうございます。ふぅ、うん、あ、そういえばお話し会って申し込んでくださってますか。ますか。あ、ありがとう、早い。さすが。ありがとうございます。2月の23日だっけ？じゃん。あ、作戦になりました、ありがとうございます。今回の反射しちゃう画面が反射してる。今回の一時完売大作戦は2月5日の4時間目と2月23日の4時間目です。はい、ぜひ、もしね、もし2時とか3時とかで申し込もうとしてる方はぜひとも、ここは1時で申し込んでくださるととってもとっても嬉しいです。よろしくお願いします。そしてですね、いやー、そうだな。今から。また今から今からですね、あ、もうちょっと間空きようかな、6分前だった。お話し会明日までですっていうのをツイートするんですが、はい、ショールームを見ているあなたにお願いがあります。私から少量も見てるあなただけで大丈夫です。ですね、私が今からツイートするツイートに返信をしてくださると思うんですが、一つ、今回は二つ返信をしてほしくって、一個はいつも通りのやつ、一個はあの消す用のやつなんですけど、あの一時申し込みをもしなんかこの部だったりとか他なんかもし私のとこ取ってたら、その申し込み画面をスクショして送ってほしいです。ただそれは後で消してください。後で追消してしてください。で、消してほしいので、それとは別でなんか申し込んだよみたいな感じのいつもの返信をください。一個は消すよ、一個は消さないよ。で、もしここを申し込んでくださった方、そしてまあここもしかしたらここだけ私申し込んで他は違うメンバーを申し込んでるとかいう方もいらっしゃると思うし、ここもだし、まあ、10個全部私を申し込んでくだ
沿った方はもうなんか全部載せちゃってください。で、見せられない、ここ見せられないなっていうのがある方はなんかそのまま載せるんじゃなくて、もう全然あの消せるんで、あのちょっと画面を縮小して載せてください。はい、ここ撮ってる方とここじゃない私の部をもうどこでも OK です。あ、リアルもですよ。私じゃないですか、リアルも。はい、なのであとは一個注意してほしいのが、投稿する前に自分の個人情報が載ってないか注意してほしいです。注文番号だったりとか自分の名前だったりとかはなんかお手数ですが、なんか消してもらえると嬉しい。だからちょっと時間を置きます。今からやってもみんな今からちょっと編集をしないといけない方とかいらっしゃると思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。だからいっぱい申し込んでる方でもしかしたらスクショ2枚とかになっちゃった場合は、全然2枚とも4枚まで載せられるので、ツイッターって画像を、そう、よろしくお願いしますね。もし10個とも写し撮ってくださってる方は、はい、もう胸を張って10個とも載せちゃってください。イエイ。あ、スクショして写真編集もした。早い、鬼早、鬼早丸だ。すごい、今回は10枠までだから2枚で収まるかな。確かに。ってことは2時も2枚までに収まるのかね。前ここの枚数変わるだけだからね。そっかそっか。今から私がツイートをするんですけど、話し会待ってます。皆さん申し込んだ後の画面あるじゃないですか、あそこをなんかスクショして返信に貼ってくださいっていう。ただここも含まずにも全然、なんかここもだけど、なんか私のを撮ってくださってる方はもうドヤみたいな感じでぜひ載せてくださいっていうお願いです。で、まあもしかしたら10枠しかないけど、ちょっと10個全部私のを撮ってない方とかもいると思う、まあ、いないかもしれないんですけどっていう方は全然もうチョキチョキしちゃって、いいとこだけ載せちゃってください。そう、なんかそうなんだよね。なんかさ、私たちからするとさ、その全部の申し込みが終わった後のお話し会しかわからないから。そうなの、もう一時で撮ってる方になんかどうやって欲しくって、でもなんかこう他のさ、ファンの人にさ、一時で撮ってることをどやるのもちょっと違うじゃないですか。だからなんかこの配信見てる方だけでいいので、なんか私にどやってほしいなと思って、ちょっと急遽決めました。で、このツイートは後で消してください。で、後で消すので、消さない用のツイートも、なので今回は2つツイートをお願いします。1個は何の画像も載せてない、なんか申し込んだよとかのツイートと、あともう1個は後で消す用の申し込み画面の写真をお願いします。で、写真を載せるときに皆さん必ず自分の個人情報が載ってないか確認してください。たまにっていうか、そう、なんかそうなんだよね、申し込み画面って自分の情報とかがどっかに載っちゃってたりするから、なんか番号とかもだし、はい、番号とかもだし、まあ、自分の名前とかもだし、なんか申し込み番号とかも一応消しといてほしいな。それでまあ
なんか直接的な何かはもしかしたらないかもしれないけど、なんかね、それも一応個人の申し込んだ番号なので、そう、申し込み完了のメールの縮小でも OK です。ただその全部載せられない方は2つとかに分けていいし、メールとかだったら絶対絶対自分のメールアドレス映り込まないようにしてねはいって感じです。これは私どっちも私の返信に今からツイートするので、それにお願いします。でそっちは消してほしいので、後であでも別に今絶対消したくないんだ、俺は一生追消しはしないって決めてんだって方はなんか無理して消さなくてもいいけど、まあなんかそう私が見たいようなので、なんか後で消してね、消してねって感じ。そうリプライにお願いします。ちなみにリプになので、ハッシュタグやみりんメールとかハッシュタグ滝野由美子にとかじゃなくって、普通にもうリプにお願いします。明日の当選メール、そうだね、でも当選メールじゃなくって、まあそうだね、当選メールもだけど、なんか申し込んでるっていうのをやってほしいから、そうそう、また明日なんか当たった外れただの明日皆さんに聞けたらいいなと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。あ、家に着いたら返信するね。あ、ゆきです。ちなみにそうだな、多分この配信見てるけど今返信できないんだよなって、あ、メールでも教えてください。あ、もうそんな、なんかそんなんじゃないくって、一大イベントじゃなくって、この配信見てる方だけでいいので、全然そんな、なんか私のファン全員参加とかじゃなくって、全然この配信見てる方だけで良いです。当選がいいの、うん、まだ当落出てないので、申し込んだ画面、申し込んだよっていうのが分かる写真をお願いします。あれなんかよく分かんないぞって方はもう載せなくて大丈夫です。なんかそれで変なことがあってね、なんか自分のメールアドレスとか載せちゃったらもうとんでもないから、そう、大丈夫、分かってくださった方と、なんかこのショールームを見てくださってる方だけ大丈夫です。メールでもいいですか？大丈夫です。ただ本当に自分のメールアドレス絶対載せないでね、フリじゃないので、これフリじゃないので、なんか私が使うんじゃなくて誰かに使われるからね、その情報を。そう、そう、ぜひ申し込み完了の何かをお願いします。よろしくお願いします。じゃあそれは23時過ぎたら投稿しようと思います。一応写真貼ったやつはなんか後で消してほしいので、後で消してほしいので、ぜひ消さない用のリプライもお願いします。申し込んだよとか、あとはまだ申し込んでない方はそうだな、まあこれから申し込むよーで大丈夫です。 OK です。で皆さん、写真を貼るじゃないですか。で後で消してねって言ってるけど、じゃあいつ消すんだって思うじゃないですか。明日の朝、明日の朝皆さんが起きたら消してください。それが5時の人もいると思うし、6時の人もいると思うし、9時の人もいると思うし、12時の人もいると思うし、それは
皆さんが起きた時に消してください。で、なんかもう寝ないんだけどっていう方は、じゃあなんか明日の9時頃に消してください。はい、まあこれはきっと私は乗せてくださいっていうのは今ショールームでしか言ってないので、この消してくださいも多分聞いてくださってると思うと思うので、そう、それは分かんない。もし23時に投稿して瞬殺で3時に起きる人は別に3時に消してください。それは大丈夫、みんなの起きた報告みたいな感じでなんかよく分かんないけど、そう、みんなが起きてふわーよし消そうみたいな感じで起きたら消してください。よろしくお願いします。だからもう明日私も起きて徐々にリプライが少なくなっていくみたいな感じです。そう、みんなの写真付きじゃない申し込んだよだけが残っていくみたいな感じになると思います。そうでね、これ聞いてて、あ、自分も申し込んだ報告したいって方は、私が今から URL を貼るので、そこから申し込んでもらって、寝る前に申し込んでもらって、寝る前に申し込んだよっていうツイートと少し貼って寝て、起きたら消してください。はい、だからこれに写真を貼れるのは皆さんが寝る前までです。そう、消し方はツイートの返信を消してください。もうその返信ツイートを消してください。だから皆さんはツイートを2つすることになります。消さない用のツイートと消す用のツイートをお願いします。ぜひお願いします。そう、朝起きたらぜひよろしくお願いします。起床とともに。そう、申し込みの写真は例えば私のここしか撮ってない方はここだけの画面だし、10枠撮れるじゃないですか。だから10個とも夢に撮ったんだよって方はぜひ10個とも見ててください。で、8個だけ撮ったよって方はじゃあその8個を見ててください。あ、お手本見てから載せます。そうだね、なんか分かんない方は本当になんか、そう、大丈夫、私はこれでなんかあったらすごく嫌なので、本当に画像作った人もう一回確認して、自分のメールアドレス載ってない、名前載ってない、なんか変な番号載ってない、この番号どうだろうって感じだと個数分かればいいの。個数っていうか、まあ一部一枚ずつしか取れないので、何部取ったよみたいなのが分かったらっていうか、多分それしかないと思うから、うん、ぜひよろしくお願いします。全然、そう、何日の何部の多機能を取りましたっていうのが分かったらいいよ。でもなんかここでなんか分かんない分かんないってなってる方はなんか多分もうできてる方がいると思うので、分かんなかったらとりあえず見てください。で、これ載せていいのかなってやつは全部消してください。もう最悪何日何時間目滝野由美子1枚が見えるだけみたいな感じで大丈夫。もうあと全部白塗りとかにしちゃってもらっちゃって大丈夫です。はい、で、後から来て分かんない人はもう大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫そう、これはなんかそうなの、大丈夫、大丈夫です。はい、それではツイートしたいと思います。そしてですね、分かんないけど、もしこれ載せちゃダメだよっていうのを載せてた人がいたら、なんか私のリプライからなんか
探られちゃうので、多分私ツイート自体を消します。その人になんか会っちゃいけないので、私がこのツイートを消したら誰か個人情報載せたんだと思ってください。はい、まあ、ちなみにすぐじゃなくって、あ、この人個人情報載せてるの気づいてないなと思ったら、多分しれっと消すのでなんか察してください。ね、よろしくお願いします。それではツイートします。皆さん、あのスクショ画面もそうですが、あの普通の返信もよろしくお願いします。消すツイートと消さないツイートと、じゃ先に消さないツイートぐらいをなんか申し込んだ方は、なんか全 10枠申し込んだよとか、なんか完売のとこ申し込んだよとか、なんか申し込んだよとかでもいいので、はい、よろしくお願いします。それではいきまーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あ、そうだ、ちなみにいいねとリツイートもです。忙しいね、いっぱい頼んじゃってごめんなさい。いいね、はしけん、ともつ、たけん18、みつきまカレーパン、クリーミー、マイミス、ひとぶよ、井上よしひろ、リツイート、ゆっきん、やったーまん、わたる、コーラ、たらちん、つきさよ、すぎやん、こぺん、ともつ、ブルーマン、ひとぶよ、あっきー、ありがとうございます。あ、これから申し込みます。ありがとう。お休みのうちに。と、昨日申し込みました。ありがとう。あ、申し込んだよ。ありがとうございます。あ、消すよ。ありがとう。消すよ。強く申し込んで、ありがとう。あ、良きです、良きです。ありがとう。かわいい。ありがとう。あ、そうだね。パソコンの画面。ありがとう、ありがとう。ありがとう、申し込んだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これで1時に皆さんが、はい、どれだけ申し込んでくださったかの、ありがとうございます。私も寝る前にチェック しようと思います。ありがとうございます。なんかもちろん皆さんなんかそうショールームしてるよメールに、ああのね、今私がツイートした返信にください。ぜひ、そう、他のところじゃなくって今のツイートの返信にお願いします。そう、なんかもちろん応援してくださる方、皆さん大切だし、なんかお話し会も申し込んでくださる方もうすごく大切だし、でもなんか一時でその10枠しかないのに10個とも私に申し込んでくださってる方っているじゃないですか。で、なんかもちろんもう皆さん大切なんですけど、なんかもうなんか感謝してもしきれないっていう なんか結局はさ、こうゆみりん応援してるよとか申し込んだよとか言ってもなんか私は本当かどうかわからなかったりするわけで、ありがとうって言えるんだけど、なんかそれはそのなんだろうな、そう、申し込んで10個申し込んでくださってる方とかにもっともっとありがとうを伝えたいなと思って、そう、でもこれはなんだろうな、
じゃあ他の子を申し込んでるからなんか違うのかとかじゃなくって、なんかもっと応援してくださってる方を大切にしようっていうか、なんだろうな、なんかうまく伝えられないけど、そう、なんかだから押し込んだよって言いつつも、実は一時で他の子も撮ってる方はちょっとドキッとしてるんじゃないですかね今。そう、でも全然なんかそう、ちょっとしか撮ってないからごめんねとかじゃなくって、もう応援してくださってる方はもう皆さんありがとうの精神なので、そこはなんかそう思わないでほしい、全然全然思わないでほしいけど、なんかそうだね、やっぱり一時で申し込んでくださるってなんか自分にとってはそれだけすごくなんかありがたいことです。ありがとうございます。みんなまだ起きないよね、まだ起きないね、1時間後とかに起きないよね、皆さん起きたら消してください。なので起きる前は見られるよね、だからちょっとゆっくり見たいと思います。後でありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。あ、商品コードはみんな一緒だそうです。ちなみにここはなんか消さなくて良さそうだね、うんうん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがたいよ、おすすめ枠あ含めてありがとう、ありがとうね、4時10分には起きなくていいですよもう捨て星しないでください。うんうん、雪です、ありがとう、そうだよ、全然もうありがたいよ、履歴は嘘つけないのでね、2時で撮っても3時で撮っても一緒だけど、その時間を申し込んだっていうのは、うん、だけどさあ、そうなの、前回もすごく思ってて、なんか1時で申し込んでるってさ、すごいことなのに、私からするとさ、分かんないじゃん、来てくださる方に全部この人は2時で撮りましたとか3時で撮りましたとか出てないから、なんか来てくださった皆さん全員嬉しいんだけど、なんか1時で皆さんどれぐらい申し込んでくださってるんだろうっていうのがすごく知りたくって、ありがとうございます。これはきっとこの配信を見てくださってる方だけなので、今なんか全てのファンの方に向けてじゃないので、そう、全然良きだよ、ここに載せてない方もね、来てくださる方いっぱいいると思うし、ショールーム見てくださってる中での方でこうどれぐらいの方がどれぐらい来てくださるんだっていうだけの話なので、そう、これがね全てじゃない
だと思ってないから、そう大丈夫だよ、ありがとう。そう一時はね、そうなの、この子も行こうあの子も行こうがいっぱいはできないからね。サンプリング調査確かに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 、別にね、そう出て他のメンバー取ってもなんかそんなえぇーってなんないけど、ただそう、そうだよね、一時でどこどう取るかとか誰取るかとかね、大切だよね。おすすめの日、おすすめの日はこれですよ。2月5日の4時間目と2月23日の4時間目ですよ。ねえ、字枠少ないよね。そう少ないよね。3時でいっぱい申し込めるようになるので、しばしお待ちようです。しばしお待ちようですね。意外とそうだよね、1セット申し込むか大切だよね。ありがとう。あ、商品コード消しちゃったわ。まあ、わかんないよね。でも消すに越したことはないから、そうありがとうございます。そうだよ、消すには越すことはないからね、越したことはないからね。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。皆さんぜひ消さない用の返信もお願いします。ありがとう、いっぱい。ちょっと後で楽しく見よう、うほほほ見よう。でもこれでこう、なんだろうな、そうだね、10個申し込んでる気で10個申し込んでる風にいた方は汗汗してるんじゃないですか。他の子申し込んでて、結局はそういうことなんですよね。私ももっと頑張らないと。だから蜂蜜飲みます。うん、汗汗汗汗汗汗あ、ちょっと遅れたけど、あ、全然遅れてないよ。あのね、全然遅れてないよ。私もあの皆さんが寝る前まで有効なので、そう、ありがとう。後で確認します。
ってな感じですね。そう、こんなに日程があって、こんなに日程がOK ね。そう、皆さんどこのリュックを取っているのか、なんかそうだね、ダイエットってるとかもそうだけど、なんか皆さんが単純にここを申し込んでくれてたらして、じゃああと8個どこ申し込んでくれてるんだろうっていうのもちょっと知りたくって、すいません、飴舐めてます。あとこれだけしかない。そう、まあでも見た感じちょっとやっぱりリアル多いねって感じ。そうだよね、うん、リアルは取っとけだよね。申し込み完了しましたが、この後追加する予定です。おお、そうなの。じゃあダメじゃん、この申し込み全部消さなきゃじゃん、この申し込み。そう、皆さん、あの初回申し込みのみ有効なので、今のやつにプラスしたかったら今のやつをキャンセルしないとです。そこ注意してください。10枠なんですけど、例えば4枠申し込んでて、あと6個申し込めるから後で追加しようってなってするんだったら、最初の4個をキャンセルしないとダメです。そう、なので注意、もし後から追加するんだったら絶対今申し込んでるやつは消さないともったいないです。とってももったいなくなっちゃう、うんうん、そうなんだ。これ聞いてあれって思った方は、そう、2回申し込んだよなって思った方は2回目は抽選にかけられないです。初回申し込みのみなので、どんなに10枠の中で2回申し込んだとしても2回目の申し込みは落選になるけど、それは抽選に外れたんじゃなくて、そもそも抽選されていない落選です。はい、要注意です。要注意事項ですね、これは。初めての時失敗しましたね。初めてだったとちょっとわかんないよね。うんうん、だからいっぱい聞いてください。私にも、なんか皆さんにも、こう、もう9枚目シングルなので8枚分シングルを申し込んでくださってる方もいらっしゃるし、AKB の方のシングルも申し込んでくださったりとかすると、もう何回もうその道のプロの方たくさんいらっしゃるのでね、はい、聞いてください。そう、結局は全部書いてあることなので全部読んで損はないです。注意事項を、みんな、私説明書好きからするとみんな読まなさすぎ、私が読みすぎなんだけど、もう説明書ってね、なんか全部書いてあるから、うん、全部書いてあるのでわからなかったら読んでください。でも前回ではそれでキャンセル、でも結構ね、そういう方いらっしゃるんだったら今回は大丈夫そうですね。うん、よかった。まあでも読むの大変だったりとかもするから、なんか全然人に聞いてみてもいいと思うよ。先輩っていう友達、おたともに
ね。はい。ですね。あ、今消しました。ああ、よかったよかったよかった。そう、気をつけて。よかった、今知れてよかった。明日の13時までだったら何回でもキャンセルできるので、うん、よかった。全部キャンセルして、さっきキャンセル、例えば3つやってて3つキャンセルしたら、その3つプラスでみたいな感じで良いですよ。そう、2回申し込みするとあれなので。あとは、うん、これ恒例行事なんですけど、ここを申し込んだ方、はーい、はーい、ここを申し込んだ方に毎回のお願いがあります。ここが当選したのか落選、完売したのか完売してないのかって、私よりもここを申し込んだ方が一番最初に知れるんですよ。なぜなら次の申し込みは18時からなので、18時からの申し込みの時点で完売になっていたら、もう完売しましたじゃないですか。だけどそれよりも先にここを申し込そこで当選したのか落選したのかで、なんかそこが完売したかとかをいち早くですよ。なのでここ申し込んでくださった方だけにお願いです。ここ明日の多分ね13時以降に当落のメールが来ると思うんですけど、ぜひともなんかハッシュタグゆみりんメールでもいいし、このツイートにでもいいので、ぜひあのここ当選しました落選しましたっていうのを教えてください。これはあのスクショとかじゃなくてなんか大丈夫です。スクショとかじゃなくてなんか2月5日4時間目当選したよとか、2月23日4時間目落選しましたみたいな感じで、はい、お願いします。落選報告が来るといいなと思ってます。でも大体落選報告が来る来ても、あ、これは消さなくていいやつ、これは消さなくていいやつ、そう、落選報告が来てもあの完売になってないことがあるので、で自分が落選したのにまだ完売になっていない部があった方は、何か間違ってます。申し込みの時に何か申し込んで何か間違えてるので、そう、なんかあれって思ってください。完売してなかった、自分が落選した部が完売してなかったら何かが間違ってます。特に1時2時で多いです。やっぱり初回申し込みのみを理解されてない方がそういったことになります。はい、だから本当は当選していたところを自分のミスで落選になってるだけなので、抽選にかかってとかじゃなくって、そう、今後ないように何が間違えたのか復習しといてください。はいね、初回申し込みのみってなんかよく分かんなかったりするもんね、うん、そう、私はこう2時とかでたくさん完売したこととかあるんですけど、9枚目までやってて1時で完売したことはないんですよ。なのに前回めちゃくちゃ惜しくって、
もしかしたらあと何人とか何十人とかいたら十何人とかかもしれないけど、もしかしたらあと何人かいたら完売してたかもしれなくって、そうので、なんかそうだね、この9枚目シングルで初めての一次完売できたらいいなと思いました。なんか私はこうやってみんなにスクショしてとか言わないと一時申し込みしてくださった方がわからないけど、もし今回一時申し込みで完売した枠があったら、まあ再販とかはあるんですけど、あの基本一時で申し込んでくださった方しかその分に来ないわけじゃないですか、基本は。だからなんかよりありがとうを、もちろん来てくださった方皆さんありがとうなんだけど、なんかより感謝をお伝えできるのかなと思います。もしこれで一時申し込み完売になったらさ、7日の感謝祭にがダブル感謝祭にできますね。ナイブありがとうと一時完売ありがとう感謝祭になるね。本当の感謝枠、そうだね、確かにここがもしかしたら本当の感謝枠になるかもしれません。本当の感謝枠ね、やったー、はい、ゼピゼピです。感謝枠、感謝ですね。そう、ねえ。なんかすごく思うんだけど、もし一時申し込みしたら2時から申し込める枠がちょっとだけ減るわけじゃないですか。ってなると、あのまたどこかが完売する可能性がまた高まるわけじゃないですかね。そう、そうだね、
債務監査役もそうだね、確かに。なんか今回からサイン会の監査枠のやり方が変わっててね、そう、いつもはさサイン会ってさショールームでやってたじゃん、じゃなくってお話し会の合間にお話し会しながら、あれお話し会しながらだよね、そのお話し会しながらで、この配信じゃなくって本当にお話し会の、多分みんなお話し会のアプリ使ってお話し会中に私がサイン書くみたいな感じ、だから一人何秒とかが決まってる感じじゃないかなって思って、あ、違うのかな違うのかな、そうだと思ってた。 AKB の時そうだったね、あ、握手会っぽいサイン会、そう、あれあれショールームなの、そうなの、えい、あれショールームだって書いてある。それは私が読んでなかったやつだ、うわ、みんなちゃんと説明見てなかったわけじゃんか、それはダメだね、申し訳なさすぎるわ。ちょっと見てみるね、ちょっと、本当だ、オンラインサイン会ではメンバーがお客様のニックネームを呼びながら生写真にサインをするを記入する様子を各メンバーのショールームアカウントで配信いたします。 お申し込みいただいたお客様にはメンバーがサインとお客様のニックネームを記入したここでしか手に入らないライブ生写真や撮り下ろし生写真をお送りいたします。イベント当日配信をご覧いただけない場合もお申し込みいただいた方にはサイン入り生写真をお送りいたします。また今回のサイン会では開催日ごとに異なる絵柄の生写真を用意いたしますだそうです。だからショールームだね、これは申し訳ない、ショールームです。ちなみに絵柄は ABCDEFABCDEF6 つあります。3つとシークレットだ。いや、シークレット何よって感じ。説明ちゃんと読んでた、えらい、もうどやってください、それはありがとう、教えてくれて超ありがとう。そうなのか、うーん、そうです。シークレットなんだろうね、なんだろうね。ちなみになんかサイン会申し込んだからツーショット申し込めないとかはなくって、その申し込みの枠の中だったらどれでも大丈夫です。 B 日程から申し込みができるのでまだ今は申し込めないです。ただ申し込みができるっていうのはただただ監視枠があるんじゃなくって、私は例えば2月5日のやつは、1日のお話し会受付数400以上だと、あります。特に5日は A 日程で監視枠が開かないと監視枠ないです、5日は。ちなみになのでご注意を。そう、なんか他の日程は最悪 A 日程で感謝枠が開かなくても B 日程で開いたら C 日程から申し込みができるんですけど、5日は B 日程までしかもそもそも申し込みの期限がないので、そう、気をつけてください。はい、まだ言うてまだ一時申し込みだからみんなね1枚ずつしか申し込みできないからまだね、まだ気にしなくて大丈夫、まだ大丈夫です、まだねそこは大丈夫
後から消すよ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ね、この、はい、もしかしたらプロい方だとやばい、こんなに好き好き言ってるのに体操の10個で他の子入れちゃった、今すぐキャンセルで、でも申し込みとかあるかもですね。完売すれば完勝か大丈夫ね。あー、まあ一つの部だけ完売しても鑑賞枠は開かないかもです。そう、開かないかもですね。そう、400以上って結構なんか、あ、2つすれば、あ、なるほど、言っちゃいましたね。なるほど、2つ目はえ、ダメでしょ、2つ目は申し込みされないけど、そっか、枠申し込んだことにできちゃうから、それスクショしたらいいのか、そっか、なんか悲しい感謝枠の仕組みはよく分かってない。あ、大丈夫、今はあんまり分からなくても大丈夫です、後々お伝えします。大丈夫、今分からなくても大丈夫です。もうちょっと、あと1週間2週間ぐらいしたら分かります、分かりますって、私が、はい、配信でお伝えできたらと思います。そう、まあそもそもそうだね、申し込みもまだできないし、あとはそうだね、申し込みができるようになるためにはとかは、まあ2時とか、まあ3時ぐらいからね、みんないろんなとこ申し込みができるようになるから、そこでお伝えできたらと思います。そう、とりあえず B 日程になるまで感謝枠は申し込みができないので安心してください。とりあえずね、1時2時3時申し込みはね関係がないです。大丈夫、何も関係がないです、何も、まああんまり関係ないです。そう、日程もそうだね、ん、1、2、3、え、 A 日程ってさ3次申し込みまでしかないの、これ。今回先生大変です、先生大変です、先生大変です。 A 日程が3次申し込みまでしかありません、先生大変です、大変です、これは大変です。え、これじゃあ A 日程の1時と2時今の申し込みと明日の18時からの申し込みしかさ、完売したかどうかわからないってことか、大変です、大変です。それはどういうことなん、3次申し込みから何枚申し込めますよみたいなのが全部解除されるんですよ。何枠まで何枚までなんてなくなるんです。もう例えば100枚取りたかったらもう100枚どうぞ、200枚取りたかったら200枚どうぞ、あ、全日程取りたい全日程どうぞ、1枚ずつ全日程の全部取りたいどうぞっていうかことなんです。そう、リミッター解除、そう、リミッター解除が3次申し込みからなんですよ。つまりそう、複数回申し込み有効、そうなんです。つまりだいたい
4次申し込みの時に申し込みが開始した時に3次申し込みでどこが完売したのかっていうのが分かるんですよ、私たちに。だけど今回は3次申し込みの後にもうここ完売したみたいな結果が出ずに皆さんの決済期間に入るんですよ。そう、で難しいのがなんか、せっかく完売してても決済をしなかった方がいると次の決済後の申し込みからはそこが完売してない感じになるんですよ。だから B 日程の、そう、あ、先着順ってことね。違います、違います、違う違う違う、先着順じゃない、先着順じゃない、抽選は抽選なんだけど抽選にたくさん参加できるよってこと。この A 日程は A 日程の1時、今申し込んでるのは1枚ずつしか申し込みができないけど、だから1枚で抽選にかけるじゃなくって別に3時からは何枚でもいいよっていうことになるんです。そう、抽選なのは全部抽選です。あ、そうで、だから B 日程で B 日程で完売してないですっていう出てる部でももしかしたら完売してないって出てるのに残り3枚しか申し込みができない枠と半分以上まだ空いてるよっていうところがなんか同じみたいに見えるんですよ、こっちからすると。そうっていうだけの話です、っていうだけの話です。はい、です。そう、なんか3時で完売したけど決済しなかった人がいたから、あ、極小はまた出るかもね。確かに極小はまた出るかもしれないね。じゃあそれを待ちましょう。うん、そう、決済忘れはね大体います。はい、だから完売してても次の申し込みからは大体申し込めちゃいますね。うん、大体そんな感じ。あまり決済忘れるとなんかあまり良くないみたいだよ。あんまり良くないみたいなので皆さん気をつけてください。そうだね、うん、さっきのやり方聞いちゃったから私はまあ参考程度になのか、まあ参考程度に見ます。この皆さんが送ってくださった画像はありがとうございます。ありがとう、ね、ごめんね、そういう人がいるから。ちゃんと申し込んでくださってる方もそういう言い方しかできなくて、消さないでおくね。あ、起きたら消してね。起きたら消してね。うん。あ、そう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 。抽選結果では一時完売大作戦が成功して完売になったとしても決済忘れの影響で極小になる可能性、あ、あるあるある。だからここが一時完売で完売しました。すごいすごいすごいって言っても B 日程で申し込めるようになる
なります。ここで申し込んだ人が全員決済してくれないと。そうそうです。一枠何枚で完売なのかは出してません。あのキングさんは公式として出してないので。そう、それが厄介なとこ。あ、そう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 、それはいけんじゃろう。それはいけんなんですが。そうなの。まあそうだね。特にやっぱりいろんな人が申し込んでくださってる部ほど次の申し込みでは完売じゃなくなってることがあります。だってさあ、例えばその部に100人が申し込んでくれて、100人が当選してたとするよ。それで完売になったら、多分だけど、そこも公式で出てないんだけど、多分1人でも99人決済してたけど、1人決済しなかったら1人分が空くから、多分また抽選にまた B 日程とかでは申し込めるようになると思う。逆にじゃあ2人でなんか1時とか2時ではできないけど、多分例えば3時以降とかで2人でもう2人1人ずつもう何百枚みたいな感じで申し込んでくれて完売したとすると、まあこの2人が決済したらの話なので、ってだったらまあの方がまだ次のなんかそう完売が継続する可能性は高いよねみたいな話で、ちょっと難しい話になっちゃったけど、確かに今回も極小はそう表記されるのでしょうか。うん、わからないですね。それはわからないんですけど、それはわからないんですけど、されたらいいね。されたらさ、次どこ申し込もうかとか、例えば極小だけどそこに絶対行きたいとかだったら、3次申し込みだったらさ、もう究極1000枚とか申し込んだらいいわけじゃんね。そしたらなんか当たり確率高くなるよね。だって極小に1000枚申し込んだところで極小だからさ、何枚をみんなで争ってるわけじゃん。だから自分以外誰もそこ申し込んでなかったとしても、自分1000枚申し込んでもまあ多分数枚とかだよね、当たるの。5桁はすごい。まあでもそういうことができますね。3時以降、2時まではねそういうのできないけど、まあでもね、もしお時間があったらお話ししに来てくださるととっても嬉しいです。よろしくお願いしますね。お話し会なんか発売前にね、お話し会できるって嬉しいよね。やった。3月1日発売だからね、嬉しい。2回もお話ができますね。あ、すごい、16,000人。おお、ありがとうございます。もうこんな時間、もうこんな時間だ。早いよ。まあでもその分明日あんまり配信できないので、そこはご了承くださいませ。さっきインスタ更新したので、よかったら配信終わってからとかでもね、見に行ってくださるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。嬉しい。みんないいねとかもしてくれてね、確かに。お話し会で曲の感想が言えないのは確かに
特にさ、この2月5日なんてさ MV 出てなさそうじゃない？確かに。なんかここの2月23だったら、まあ発売の1週間2週間前とかだから、あの出てそうだけど、いや2月5日でしょ。確かに想像で話すしか。そうだよね。しかもさ2月5日って多分わかんないけどさ、もう1ヶ月切ってるから、まあもう多分私たち MV は撮り終わってそうじゃないですか。さすがに1ヶ月切ってるから。ってことはなんか私らは曲知ってるけどみんな知らないみたいな状態でもしかしたら話さないといけないかもってこと。ね、MV、どうなんだろう。どうなんだろう。なんかそうだね、もういっぱい雑談ができますね。あ、確かに新年の挨拶もたくさんできます。確かに曲出てないこともありえますね。ありえるありえる。あ、カップリングも、そうじゃん、ナイブ選抜のナイブの5人もさ、MV もあるし曲もあるし、これはまだここでは言えないしだろうね多分。表題がもし、表題がもしさ分かってもさ、そうだよね。ねえ、楽しみね、楽しみ、とても楽しみ。もちろんね、どんな曲か分かってても分かってなくてもまだ言えないし、分かってるのか分かってないのかももうそろそろちょっと内緒にしとこうかな。そろそろ、なんか私がここでさ、分かんない分かんないとか分かんない状態でもさ、まあ言っちゃうとさ、分かった時から途端になんか分かんないが言えなくなっちゃうから、はもうこんな時間だ、あっという間だ。ありがとうございました、ありがとうございます。この後見ますね、皆さんのリプライ、ありがとうございます、ありがとうございました。はい、それではちょっとそろそろ、あともうちょっとしたらにしようかなね、体調変わっちゃったらあれだし。あ、そうだ、皆さん今日見てくださってる方は、あのチャレンジから20個もギフトがもらえるみたいなので、ぜひもらってください、ぜひもらってくださいね。さっきくださった方はもうありがとうございます、いただきました、ありがとうございます。はい、ありがとう。20個ももらえるのすごいよね、うん、ねえ、ありがとう。あ、そう、さっきの返信もね、全然、そう、配信終わってからとかでもね大丈夫です。私この後お風呂入りながらとかゆっくり読むので、うん、今日はね新しいバスソルトを買ってきたので、バスソルトにゆっくり入ろうかなと思ってるので、はい、ありがとう、もらってきてくれてね、20個もらえた、ありがとうございます。そうなの、今日だけでね20個もらえるんだって。うん、ありがとうございます。じゃあそろそろ壇上読みましょうかね。ありがとうございます。13位ひでさん、ありがとうございます。
10人フェリスさんありがとうございます。11ミッキネコファミリーさん、この後申し込んで返信しますね。お、ありがとうございます。10位コペンさん、完売させてあげたい、ありがとうございます、ありがとう。9位おいでます、元気さん、調査の弓講師、いっぱい話そうね、いっぱい話しましょう、ありがとうございます。8位おっくんさん、ありがとうございます。7位ケイさん、ありがとうございます。6位スランプくんさん、ありがとうございます。5位ミエスカさん、ありがとうございます。4位イソケンさん、ありがとうございます。3位検事部長さん、ありがとうございます。2位笠置さん、ありがとうございます。そして1位は新一郎さん、ユミリン大好き、ありがとうございます、ありがとうございます。すごい今日めっちゃゆったりゆったり配信しちゃった。まあインスタも更新したしね、よかったです。あ、よかったよかった、うん、よかったよかった、ありがとうございました。そう、なんかショールームしたりとかインスタしたりとかしたので、ちょっとメールが7つ送りきれなかったのがちょっと今日の心残りなんですが、すみません。明日はもっと早い時間から送りますんで、メールぜひ見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします、ありがとう。はい、この後はゆっくりお風呂に入ろうと思います。ゆったり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 します。ですね、なんか久しぶりに、今年初めてかな、この12時まで配信したのね。え、今年初12時ギリ配信だね。遅い時間までお付き合い、はい、1分半です。皆さんもゆっくり休んでください。もうね、お風呂とか入ったかな、みんなね。ゆっくり、私は夜ご飯はね、もうね、早い時間に食べます。6時ぐらいに食べたかな。めっちゃ早い時間に食べたけど、全然お腹空いてない、いっぱい食べたので大丈夫でした。なんかいっぱい食べたのに6時に食べたってさ、なんか良くない良くない？6時間前やった、うん、雪ね、雪雪。あ、18時まで、いや、なんか18時半ぐらいではあったけど、18時までに食べ終わるととか言いますもんね。うん、30分誤差の範囲です、はいでね、ちゃんと消化してから、そう、寝れるのはなんか胃とかにも、ね、体に良さそう、本当にそうだよね。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張り、ゆみりん。それではおやすみなさい、バイバイ、おやすみなさい、おやすみ。